このフォックスダイについても、大きな進展がありました。それについては、フォックスダイの生みの親であるナオミの告白に触れて整理します。まず、この話は1980年代に遡ります。舞台は、アフリカのローデシア、今でいうジンバブエになります。この頃、政府軍と抵抗勢力のゲリラ闘争が本格的となり、近隣諸国を巻き込んだ、ローデシア紛争が起きていました。その紛争に巻き込まれた、ある少女のお話です。その少女は、戦争の後遺症か、親の顔も名前もわからず、餓死寸前の状態でした。そこで、少女とある青年が出会います。その青年は少女を守り、地獄の中、二人は生き延びることができました。この青年こそがグレイフォックスであり、少女がナオミだったのです。そしてその生活も限界、というところで、英雄、ビッグボスに助けられたのです。自由の国へ導いてくれたビッグボス。そのビッグボスの役に立つため、グレイフォックスは共に戦場に戻り、フォックスハウンドを立ち上げました。そして新人のスネークと出会ったのです。彼女は彼の帰りを待ちましたが、その後、グレイフォックスは、ザンジバーランドの兵として参戦し、敵対したスネークに倒されてしまいました。ここから悲劇が始まります。その後、グレイフォックスの遺体が回収され、無理やり蘇生、麻薬漬け、強化骨格、ゲノム遺伝子の注入など人体実験を経て、忍者として生まれ変わったのです。ナオミとしては兄をこんな姿に変えるきっかけとなったスネークを恨むことになり、復讐するべく、フォックスハウンドに近づくことを考えました。一方で、自分自身がわからないナオミは自分を知りたいという思いから、DNA の研究に興味を持ち、研究者としての道を歩んだ結果、フォックスダイの研究に携わります。そして思惑通り、フォックスハウンドに入り、2年後にこの事件が発生したことで、因縁のスネークに接触することができました。そして、この件でさらなる衝撃が走ります。ペンタゴンに友人を持つ、マスターミラーの密告もあり、ナオミがアラスカ基地へ暗号通信を行ったことがわかり、別の組織とのつながりが確定しました。スネークは、この件が発覚したとき、特定の人物を死に至らしめるフォックスダイは、ナオミがスパイ活動の一環で、フォックスダイを注入した、と思いました。しかし、ナオミの告白により、フォックスダイも作戦の一部、つまり、味方であるワズのアメリカ政府、ジムハウスマン、大佐の指示で、フォックスダイがスネークに注射したことがわかり、大佐裏切ったな、となりました。知らないのはお前だけだ。本当にそうだったのです。そして、この物語の最も衝撃な事実、密告者でもあったマスターミラーはリキッドだったのです。これにより多くの謎が解き明かされたので見ていきましょう。